山中湖から見た富士山の夕暮れのひとときです。山上には月が昇り、湖を行く一艘の小さな船は雄大な自然に暮らす人々の気配を感じさせます。本作は牛島紀之が87歳の時に描いた作品です。それまで多くの画家が描いた富士山だけは描くまいと思っていた牛島ですが、別荘のある伊豆への往復の際に富士山を見て、その心は次第に変化していきます。その美しさがだんだんと私の心の中に蓄積されていき、ある時突然限界点に達したのでしょう。急に描きたくなったのです。私には私の富士があるはずだと。85の時でした。火山が生み出した富士の美しい姿は、人間の一生を超えて人々の心に悠然とそびえ立つかのようです。